どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。マリサ、最近はいろいろな事件が起きているね。確かにそうだな。毎日、いろいろな事件が起きているけど、時には凄惨な事件も起きているので私も心が痛いぜ。そうだね。そして事件によっては、解決されることなく、未解決事件として終わってしまうケースもあるので、事件を風化させないことが非常に重要だと思うぞ。やっぱり、未解決の事件もあるんだね。例えばどんな事件があるの？いろいろとあるんだが、今回は名古屋妊婦事件について解説していくことにするぞ。うん、よろしく頼むよ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、名古屋妊婦事件の事件概要について解説していくぜ。よろしく頼むよ。名古屋妊婦事件とは、1988年昭和63年3月18日午後に、愛知県名古屋市中川区富田町現名古屋市中川区友米田で起きた未解決事件なんだ。そして、当時は、この事件を起こした犯人の異常性が話題となり、マスコミが連日報道する事件だったんだ。それで、この事件はどのような異常性があったの？それは、犯人が臨月を迎えた女性の首を絞め、その後、女性のお腹から赤ん坊を取り出した事件だったからなんだ。そうだったんだ。それらのことから、この事件は異常性が高い凶悪事件として考えられ、愛知県警察が約4万人の捜査員を投入し、懸命の捜査を行ったが、有力な手がかりは得られず被疑者逮捕に至らないまま、事件発生から丸15年となった2003年平成15年3月18日に、公訴時効を迎え未解決事件となってしまったんだ。そんな、警察が4万人の捜査員を導入したのに解決できなかったなんて、一体どうしてなの？それについては後ほど解説していくから今は保留にしておくぜ。うん、わかったよ。事件現場となったのは、愛知県名古屋市中川区富田町大和とも米田三郎上門441番地1の2階建てで、計4室のアパートで起きたぜ。そして、その事件現場のアパートには、事件当時27歳の専業主婦であった被害者女性と事件当時31歳の会社員の男性が住んでおり、二人は生まれてくる第一子の誕生を心待ちにする日々を送っており、平凡だが希望に満ちた若い夫婦の生活を送っていたと言われているんだ。事件当日の朝、被害者女性は普段通り会社に出勤する夫を送り出しているんだ。マリサ、一つ気になるんだけど、被害者女性は、臨月を迎えていたんでしょ？一人でいるよりも実家に戻るとかの選択肢はなかったの？それに関しては、詳しく明かされていないけど、一説では、女性の実家は遠方だったので、里帰り出産を選択せず、名古屋で出産することにしていたそうだぜ。なるほどね。また、被害者女性は事件5日前にお腹の子供である男児を出産する予定だったけど、出産が遅れていたため、夫は妻の体調を気遣って、会社から仕事の合間に電話をかけていたと言われているんだ。確かに臨月を迎えた奥さんがいるなら当然だね。夫は事件が起きた日も奥さんに電話していたの？もちろんしていたぜ。事件当日の12時過ぎ、夫が会社から妻に電話しているんだけど、特に異常はなく電話を終えているんだ。その後、夫は、退社する直前の18時50分頃に再び、妻に電話をかけたけど、その時は、誰も電話に出なかったぜ。その時間帯に事件に巻き込まれていたのかな？妻が電話に出なかったことに対して、夫は少し、心配になったけどこれまでも、その時間帯に電話に出なかったことはあったので、急いで帰宅することにしたんだ。そっか、その時代に携帯電話は普及してないもんね。まあ、あるにはあったんだけど、誰もが持っているものではなかったといったところだな。やがて、夫は、19時40分頃に自宅に到着したところ、普段は施錠してあるはずの玄関ドアが施錠されておらず、部屋の電灯が消灯していることに気づき、少し不審に感じつつも、そのまま寝室に向かってスーツから着替え、奥の居間から赤ん坊の泣き声が聞こえたため、子供が生まれたのかと思いつつ居間の照明をつけたところ、変わり果てた姿の妻を発見したんだ。変わり果てた妻の姿を見た夫は、自宅の固定電話で119番通報しようと考えたけど、なぜか電話機がなかったので、1階の住民から電話を借り、19時43分に名古屋市消防局消防指令センターへ救急車をすぐ回してほしいと119番通報しているぜ。その後、救急隊員と警察が到着し、被害者女性と子供は病院へ緊急搬送されたけど、被害者女性は出血が激しく亡くなってしまい、子供は懸命の治療が行われた結果、一命を取り留めることになったんだ。また、警察の調査によると、被害者の女性は、腹部を溝落ちから下へ鋭利な刃物で、縦一文字に約38センチメートル切られ、子宮内にいた子供を取り出され、その腹の中には被害者の自宅にあった固定電話の受話器と、ミッキーマウスのキーホルダーが詰め込まれていることが分かったんだ。
なるほどね。それで夫が電話を探したけど、見つからなかったんだね。でも、犯人がものすごく異常だよ。お腹に電話機を詰め込むなんて。次は、事件捜査について話していくぜ。よろしく頼むよ。事件発生を受けて愛知県警捜査一課中川警察署は極めて悪質残忍な殺人事件と断定したぜ。こんな事件、前代未聞だものね。相当悪質な事件だよ。警察は中川署に特別捜査本部を設置し、変質者もしくは被害者に強い恨みを持つ者の犯行、と推測して捜査を開始したぜ。結構、犯人の範囲が広いけど特定できるのかな。事件当時、愛知県警内で、捜査本部を設置を要する凶悪犯罪が横行していたんだぜ。だから愛知県警捜査一課の強行犯を増設していたんだぜ。これ以外にも事件があったんだね。どんな事件なの？事件の前年である1987年8月、愛知県稲沢市内でパチンコ景品交換業経営の老夫婦が何者かに襲撃され、現金230万円を奪われた上に妻が銃で射殺された強盗殺人事件があったぜ。射殺って本当に物騒ね。日本は銃社会じゃないのにね。まだあるんだぜ。事件1ヶ月前の1988年2月には少年犯罪として日本社会を震撼させた、名古屋アベック殺人事件が発生していたんだぜ。それは強行犯の増員も仕方ないわね。本題の事件の方に戻るぜ。1988年3月19日、愛知県警捜査一課中川署が設置した特捜本部は愛知県警本部にて、名古屋大学教授勝又義直の執刀で被害者女性の遺体を司法解剖したぜ。その結果、特捜本部は死因死亡推定時刻などを断定することができたんだ。死因は首を絞められたことによる窒息死であることが判明し、首には人への索状痕があったぜ。また、出血の量から腹を裂かれたのは絞め殺された後と推測されたぜ。しかし、衣類には刃物で切断された跡がなかったため特捜本部は、犯人は股にてドレスをたくし上げた上で下着妊婦帯を吊り下げて腹を裂いたと推測されたな。なるほど、先に窒息してから切り裂かれてしまったのね。そして賛同、実は閉じていたことから胎児は腹部の切り傷から飛び出たか犯人が取り出した、と推測されたな。本当におぞましいわね。ここまでが、死因と外傷から分かったことだぜ。抵抗した感じとかあったのかな？わからないぜ。ただ、妊婦であったこともあり、なかなか身動きは取れなかっただろうし、そこら辺は多分、抵抗ができなかったと思うぜ。次に死亡推定時刻だぜ。死亡推定時刻は遺体の状況から犯行当日の14時30分から19時30分の間とされたぜ。昼間から夕方ね。そんな14時30分の明るい時間に犯行が行われるのは予想外だわ。その後、1988年3月20日の捜査で判明した新事実により、殺害時刻は15時から16時頃までの約1時間に絞り込まれたぜ。やったじゃない。その新事実は何？事件当日16時頃、郵便局員が被害者宅宛ての郵便はがきを配達するために、被害者宅に立ち寄ったんだぜ。その時は、はがきを郵便受けに入れただけで帰り、特に室内の異変には気づかなかったぜ。それだけでは被害者女性の状態はわからないじゃない。そうなんだが、被害者女性は生前郵便受けに郵便物を溜め込まないほど几帳面な性格だったんだ。しかし、夫が帰宅した時点でもはがきはそのまま郵便受けに残っていたんだ。なるほどね。つまり、もし生きていたならば郵便受けにハガキがあるのはおかしいということね。その通りなんだぜ。だから15時から16時頃の1時間に絞られたんだぜ。次は事件の目撃者の情報だぜ。目撃情報では、被害者女性は友人と15時まで話をしていたとの証言が、捜査の結果わかったんだ。この情報は被害者女性の友人が証言していたんだ。さらに友人は、被害者女性にアパートの駐車場まで見送ってもらったと証言しているんだ。それは、つまり、被害者女性が自宅から出ていたことを表しているんだね。その通りだぜ。時系列から推測するに、おそらく被害者女性はその後、玄関を施錠していなかったと思われるぜ。つまり、その後、犯人は隙を見て、被害者宅に入った可能性が高くなるわね。そして、これに加え、被害者女性は友人女性に対し、自分たちの隣の部屋が空き家の状態だが、時折見知らぬ男性が出入りしているのを目撃しているので不安だ、という趣旨の話をしていて、それって、もしかして、犯人なんじゃないの？それはわからないが、隣の空き家に何度か入っていたのが本当なら、可能性があってもおかしくはないと思うぜ。その他にも、目撃証言があったんだぜ。まず14時半頃にはアイドリングした自動車がアパートの駐車場に停めてあったんだ。犯行に使われたかもしれないわね。他にはどんな証言があったの？
小学男児二人が16時半頃に不審者の目撃をしているぜ。そこからの目撃証言では、年齢は37、8歳で身長は175センチぐらいだったとのことだ。服装も丈の長い黒っぽいジャンパー姿でメガネはかけておらず、薄茶色のベレー帽のような帽子をかぶっていたそうだぜ。見るからに怪しそうだね。これは有力な情報ね。時間もわかったし、捜査は順調ね。それがそうでもないんだぜ。その後の捜査は難航してしまうんだ。それは警察がプロの猟奇殺人鬼だと断定するほどなんだぜ。プロの犯行？どうしてそう判断したの？物的証拠が残ってなかったからだぜ。凶器もなく、遺留物もなく、おまけに指紋まで拭き取られていたんだぜ。そこから外部犯でプロの犯行だと決めたんだぜ。恐ろしいね。殺害後冷静に指紋を拭き取ったと思うと怖いよ。そういえば犯人は妊婦のお腹を裂いたんだよね。やっぱり医学の知識を持っている人な気がするよ。警察もそう思ったんだぜ。腹部の傷から手際の良さを見るに、異常性格者の犯行ではなく、医者医学生の可能性もある。そういった犯人像を一時期は仮定して捜査を進めたんだぜ。一時期犯人は医者医学生でしょ。そんな手際よく普通の人はできないわ。帝王切開とか一般人ができるとは思えないからね。ところが、通常の帝王切開の方法と大きく異なるんだ。だから医者医学者ではないとわかったんだ。となると一体誰になるんだろう。もうわからなくなってしまったね。医者医学者以外に出たのは少年説だぜ。少年、こんな恐ろしい事件が少年がやったとか怖すぎるよ。ところが、猟奇的な犯行から命の尊さ怖さを知らない子供による犯行、という少年犯罪説が出てしまったんだぜ。名古屋アベック殺人事件の時期が近いことも関係しそうだね。でも目撃者との証言と大きく異なるね。これは違うんじゃない？そうなんだぜ。これはあくまで仮説の域でしかなかったんだ。目撃証言や、刑事は新情報で犯人は土足で犯行に及んだ可能性が高いと判断していたんだ。土足で犯行した？まあ逆に丁寧に靴脱ぐ人はいない気がするわね。それはそうなんだが、大事なところは土足で侵入したから足跡が残り、そこから、足の長さが分かったんだぜ。そこで少年ではないと分かったんだぜ。じゃあ、一体犯人はどんな人なんだろうね。まあ、それに関しては、いろいろと憶測が立てられている状況だな。専門家によれば、犯人はシリアルキラーではなく、犯行の際に思い立って、被害者女性の腹に手を出したと考えているんだ。つまり、犯人はシリアルキラーではないってことなの？いや、それは言い切れないな。他の専門家は、犯人は自らの手で妊婦の腹部を切開し、胎児を取り出したい。妊婦の体内を見てみたいという願望を抱いていたのだろうと予想していたぞ。また、他の専門家は、受話器は胎盤、電話機のコードは妻体、ミッキーマウスのキーホルダーは胎児、それぞれの代用物に見立てたと解釈できると話していたぜ。ますます、犯人が一体どんな人物なのか、わからなくなってくるよ。それで、警察は、最終的にどんな見解を示していたの？警察は、被害者の財布が現場からなくなっていたこと、室内のタンスも荒らされていたことから、愛知県警は物取り目的の人間が侵入して鉢合わせした被害者を殺害した後、その心に持っていた犯人の異常性が偶然芽生えたとの見解を示しているんだ。確かに、私は警察の見解が正しいような気がするけどね。しかし、警察は犯人を逮捕することはできていないんだ。確かにそうだね。犯人は一体どこにいるんだろうね。それは、わからないけど、時効を迎えても、犯人が犯した罪は、消えることはないことを強く受け止めてほしい限りだぜ。確かに、そうだね。最後に被害者遺族のその後について解説していくぜ。よろしく頼むよ。事件後、被害者遺族である夫と子供は、愛知県天郡執法庁現在の天市実家に預け、夫は事件発生から1年が経過した1989年3月時点まで、事件現場アパートで一人暮らしをしていたけど、同年内に東京都内に転勤することになり、アパートを引き払っているぜ。また、実家に預けられた子供は、しばらく、実家で生活し、約3年後の1994年に、小学校入学に伴い父親と再び暮らし始めたぜ。やがて、父親が勤務先を退職したことをきっかけに、日本を離れてアメリカ合衆国ハワイに移住しているんだ。父親が海外に行った理由は何かあるの？当時の報道では、父親は、友人と共同して会社を経営することになったことから、海外に移住したと報道されているぜ。なるほどね。最後に、被害者女性の父親は、報道陣の取材に対し、病気や事故で娘が亡くなったのなら納得できる。娘は特別な運命を背負って生まれてきてしまったんだ。時効が成立しても、娘は生き返らない。
犯人が時効後に平然と社会で生活する姿を想像すると娘が不憫だし、控訴時効制度が憎い。孫もやがて、事件のことを理解すると思うが、成長を歪めないでほしいと語っているぜ。被害者の父親が言っていることが間違いないよね。犯人の罪は時効を迎えても永遠に消えることはないからね。その通りだぜ。犯人は、時効を迎えても決して許される存在ではないことは間違いないぜ。現在は、時効制度はなくなったけど、今回の事件は絶対に風化させてはいけないね。確かにそうだな。さてと、今回は名古屋妊婦事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。